はいでリリですの5歳です、はい、あの歳土曜日はです、ね、いつも朝疲れ果ててるのですね。あの,だいたいあの時間に起きてチコ、ね、ち,ちゃんを見て一、ね、日始まるっていう感じなんですけれどもあの今までの方と違って釣、ね、れすぎてちょっとどうしたらいいんだろうっていう感じだったりするんですけれども、はい、あの私の方はです、ねまあ、いつもと同じくあのテクノロジーの話をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 でですねまあ、一応です、ね、今回お話しする中身、一応ですね、あの私が検証した中身が主なので、あのまあ、それはご承知おきくださいねということで、一応入れておきました。 今年ですね、あの新年の方法を立てたんですよね、あの最初に。まあ、会社の方でです、ね、このクーベアカデミーってご存知の方あの <laughs> いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそれでブログ書いてよねっていう話もいただいたりとかしていて、まあ、それで、ねかあのまあ、勉強家っていったらブログ書こうかなと思ってるのと、あと、ですねやっぱりあの私もともとソフトウェアの開発15年ぐらいやっていて、やっぱりあの自分のペルソナはそこだよねって思ってるところがあって、ですねあのゴーファー君のところ、戯れたいなと思っているんですが。 まあ、なかなか手が回ってないとかい、まあ、うのが正直なところなんですけれども、まあ、そうは言ってもですねやっぱ業務的にです、ね、この,あの右側にあるです、ね、この六角形の人をですねこれ六角形じゃないですね、はいえっとまああいうのはこの人勉強しなきゃいけないよねっていうのがあってですね、まあ、ちょっと、まあ、年末年始にですね勉強しようかなと思ったんですよねで年末年始ってそういえばどうかなと思ってあのちょっと思い出してみたんですけれども、まあ、私前職ですね2011年の 11月にに VMware の担当になりましたあのサーバー部門だったので、まあ、VM a やる人1人しかいなくてですね結構きつい状況だったんですけれども多分これ2012年か13年頃だったと思うんですが、まあ、社内の環境でですねとある、えー、Windows の仮想マシンを使っているとですね PSOT が多発してですねあの画面が紫色になるっていうのが多発した時期があって。 あの年末年始にですねひたすら再現試験をやってですねダンプ取ってあのサポートに送るみたいなのをやってたなとかあと2015年ぐらいですねこのの時ちょうどあの あの新しいいメジジャーバーバョンが3月ぐらいに出たんですよね6.0の GA って確か3月12日かなだったのですけれども、まあ、それがあったんであの年末ですね気晴らしにですね VCR6 の構成ガイドをです、ね、ひたすら作ってたっていう覚えがあるんですけれどもでじゃあ v m はですねあのちょうど大原さんに拾っていただいてから3年半ぐらいかな3年半弱経ってるんですけど何やってたかなっていうと、まあ、の2017年にあの入社をさせていただいたんですが、まあ、2018年はですねもうとにかくですねあの入社状 でですね、まあ、ひたたすすらお勉強していた記憶がありますでです、ね、今度2019年になるとですねこの VCF っていうあの、まあ、前にお話をさせていただいたんですけれどもそのですね HP さんのサーバーとのですね連携の機能があってですねそれがレッドフィッシュコネクターっていうのがあったんですけどもどうやってドキュメント見ても全然分かんなくてですねあのグローバルの人に助けてよって言って行動してですねあの年末年始こそこそです、ね、構築をしていた覚えがあります。 2020年は何をやっていたかというと、まあ、去年はです、ね、勝手にです、ね、ニュージーランド旅行が企画されていてです、ね、まあ、旦那に連れられてです、ねあの、ニュージーランドの南島に遊びに行ってたんですけれども、まあ、行っててよかったなと思いますね、あの今年行けないので。はい、でですね今年はです、ね、グーバーにンってその勉強しようと思ったんですけど、まあ、その前に v s ね、a w i t h t a n s の構築でハマってしまってです、ね、まあ、そこであの足踏みしちゃったとっいうところがあったりします。 でちょっと先ほどです、ねあの、時間くださいというお話をしたんですけれども、まあ、今後の予定としてはですね、ね今年 V スですの、ね、次のアップデートが出たら、FATS ニューとか、あとはまああの V ス with TANZ というところもあの触っていきたいなと思っているので、今、新菌量が出たらです、ね、こまめにあの発表させていただけたら嬉しいです。 でですね、まあ,あ、構築しなくてもですね、まあ、触れる環境はあるので、まあ、皆さんよくご存知の、あの先ほどご紹介もったホルですね、あのぜひ有効活用していただきたいと思います。で、このホルですけれども、211301SDC っていうのが左の上にありますが、これがですね、今、まあ、v s e a w i t h t a n s の環境で使えるんですが、なんか気がついたらですね、いつの間にか NSXT じゃなくて、HA プロ xy がロードバランサーになってたっていう。 ちょっとおまけがついてるんですが、まあ、あの気軽にあの触れる環境として使っていただければと思います。であのもちろん右側にありますけれども、オデッセイもありますので、ぜひこちらの方も触ってみてくださいというところと、まあ、それ以外にもです、ね、でこの右の下の方にある、あのタンズクーバネティスグリッドだったりとか、あのタンズミッションコントロールですね、この211301マップと213201マップというのがありますが、 この辺のですね、半ンも結構充実しているので、気軽に触っていただければと思ってます。ただですね、やはりですね、エンジニアたるものをいじってなんぼでしょうと思うところがありまして、年末年始、結構いろいろ作っては壊し、作っては壊しということをやっていました。で、NSXT って、私が担当させていただいたパートナーさんって、あんまりまとわせがなかったっていうのもあって、正直勉強をサボってたんですけど、今回ですね、タンズですね、VCOIZ タンズ、U 無効化したり,無効化したり、まあ、下の NSX の例がおかしいというところでいろいろ調査をしていたらですねやっぱりそれってすごく大事なことで、まあ、GUI も完璧に暗記したとかですね ただ、まあ、だいぶ理解が進んでよかったなと思って、やっぱりです、ね、トラッシュっていうのもすごく大事だし、やっぱ楽しいなっていう、まあ、ちょっと変態だなと思いつつですねあの、楽しくやっておりました。ただですね、一方で,です、ね、こ年末に始めてしまったので、あの大掃除がです、ね、まだ終わってないんですよねということで、ちょっと休みが欲しいなって思うんですけど、まあ、私の今の直属のマネージャーは大原さんではないので、まあ、あのちょっと言っておいてくださいっていう感じですね、はい。というところまでがアイスブレイクです。 はい、ということで、き、まあ、今日ちょっとこんな感じでお話をさせていただきたいと思いますが、まあ、時間がまあ40分ぐらい、40分から50分ぐらいになるかもしれませんけれども。 よろししくお願いします,でです、ね、あの前回、タンズのエディション分かんないという話があったので、ちょっと軽く入れてみました。でそれをまずちょっと簡単に話をさせていただいて、v s p h e r e v i ンズの構築のハマりどころというのがんとなく分かってきたので、そこをちょっとご紹介をしようと思います。であのまあ、それをですね、まあ、ネストで構成する時にこんな風になったよというあのお話をさせていただいて、まあ、終わろうかなと思っております。でまずあのエディションのとところはですねあのさらっと ちゃいますということで,です、ね、この VM や TANS なんですけれども、まあ、ビルドとラン、マネージと、えー、3つの、まあ、レイヤーがあるんですが、まあ、これに対してさ、ね、まざ、あ、まなポートフォリオの製品があるよという感じになっています。で、まあ、私がです、ね、今メインで触っているのはこのランの VM や TANS、Kubernetes グリッドって書いているところを、まあ、今、えー、主に触り始めているところなんですけれども、TANS、えーまあ、ですね、えーまあ、エディション性になりましたということで、今ですね、ベーシック、スタンダード、アドバンストと。 というところまで、が出ている感じですでこのベーシックのところは基本的にまあランタイムっていうところがメインですと。で、そしてスタンダードになると、今度マルチクラウドで Kubernetes の環境を実行したりまあ管理しましょうっていうところが入ってきて、でさらにアドバンストっていうのが入ると、さらにですね、まあ、アプリケーションの開発だったりかあの展開っていうところも 含めて製品群がサポートされるっていう感じのエディション性で今対応していますで、分かりにくいって言われるんですけれども まあ大体ですね、最初にあの皆さん提案をさせていただいたり使っていただくので、大体ベーシックかスタンダードだと思うんですけれども、このベーシックとスタンダードですね、エディションによってサポートする癒やしに違いがありますというところで、こちらの方を覚えておいていただければと思うんですが、基本的にはですね、ベーシックはオンプレスタンダードになるとマルチクラウド環境というところを覚えておいていただければと思います。で、VCR ビズターンズに関しては、基本的に VCR7 が前提なので、まあ、左の方にありますけれども、 TKG マルチクラウドといっている、ね、VMware のえ Kubernetes のディストリビューションに関しては、まあ、どの環境でも動きますというものになります。はい、今日お話しするのは、この緑のところの構築の話をメインにお話をさせていただきます。でですねまあ、よくあの分かんないって言われるです、ね、ネットワーク周りの機能比較というのを心にあにちょっとまとめておきました。 これエディションとは違って、そのどういうふうに実装するかというところの違いになりますが、まあ、v s p h e r e w i t h t u n 真ん中ですね、で右側に TKG マルチクラウドというところを書いています。でまあ、主な違いとしては、例えばです、ね、コンテナのネットワーキング、えっと、NSXT 前提のときは VSpherePod というところに NSXT を使ったりですとか、あとはロードバランサーとして NSXT を, NS を使うかどうかだったりとと,ところがまあ変わってくるという感じになります。 トランスミッションコントロールですね。こちらのほう管理製品ですけれども、あまりですね馴染、まあ、みがない方もいらっしゃるかもしれないなと思ったので、えー、一応簡単にご紹介をしておきます。でこちらのほうですね、あのマルチクラスターをサポートするということで、えー、クラスターのライフサイクル管理だったり、えー、アタッチしてえ管理するといったところがまあできるようになっている形ですで。これなんかびっくりしたのはですね、あのまあ、ベンダーロックインが ありませんよということで、まあ、いろんな環境のクラスターを管理できます。まあ、ここにロゴがあるようなものですね、こちらの方アタッチする形で管理ができるというところがあります。でこちらはですね、あのスタンダードエディション以上で部分的に機能がサポートされるというものもありますけれども、またですねこの VMAG の,の場を借りて、いずれあのこちらの方もお話ができたらなって思っております。であとですね最近 といってもまあだいぶ前ですけれども、まあ、タンズのアドバンストエディションというのが出ましたが、そちらに入ってくるのはこんなソリューションスタックになります。まあ、ランタイムだけではなくて、グローバルコントロールプレーンというところでまあいろんなものが入ってきたりとか、一番特徴的なのはこのアプリのレイヤーですね、まあ、コンテナのビルドとかデプロイというところの製品がサポートされてくるというところが、まあ、アドバンストのまあエディションの中身という形になります。 というところで、えー、ここまではですねあの、エディションのお話をちょっと簡単にサマライズをさせていただきましたが、ここからですね、まあ、ちょっと面白いですね、VSphere with TANS の、まあ、構築のハマりどころということで、まあ、NSXT を使った場合にどういうふうになっていくかというところをですね、ご紹介をしていきたいと思いますが、今日ですね、カワウソ君が侵入していると思うんですけど、あのいつもですね、私、まあ、NSX、まあ、あまり得意ではないというところがありまして、こちらのロゴにいるですね、このカワウソ 君にだだいいぶ助けていただいておりますで今日もですねあのいますので多分ですね質問が出たらですね彼がバシバシ答えてくれるんじゃないかなと期待をしておりますのでよろしくお願いします。で V3We Stands ですね NSXT を使って構築する場合なんですけれどもこんな感じの構築をしていきます。最初ですね VCR のクラスター作って、それでワークロード管理っていうのを,、えー、ところを開くと、ですねこんな感じに見えていて、まあ、ネットワークスタックを、まあ、V センターのネットワーク使えますか、NSXT 使えますかって言って、この NSXT をポチッと押して、ですね次に行ってやると、ですね右側に、えー、そのクラスターを選択してくださいっていうのが出てくるんですけれども、ここでですね、NSXT の,のベースのですね構成がきちんとできてない場合ですね、互換性のあるクラスターのところに出てきません。これですね結構 こうあります。で,まあ、今日ですね、ご紹介をするような中身をですね気をつけていただければいいかなというところでご紹介をするんですけれども、実はですねこの v s p h e r e w i t h t a n s で使用する NSXT データセンターのインストールと構成って、ですねこれ、ドキュメントのコピーなんですけれども、まあ、こんだけあるんですよね、まああの。得意じゃない人からすると、ですね結構つらいんじゃないかなと思います。 もしです、ねあのまあ、デプロイガイド的なものが欲しいという方がいらっしゃいましたらです、ね、まあ、大原さんとに含めてです、ね、私の方にご連絡いただければ、まあ、こっそりあのお見せしますという形ですね。はい、でやっぱりです、ねえー、ベースの T 部分がきちんと構成していないと全然進みませんというのがあります。で,今日ですね、いくつかポイントをお話をしたいと思うんですけど、まずです、ね、ドメイン名なんですけど、ドットローカルはできるだけ避けましょうというところと、まあ、エッジ セックスのエッジアラージで展開しましょうとところと、テッ,プですね、テップの構成方法には注意しましょうとでエッジのアップリンク構成にも注意をしましょうとで管理、ワークロードの DNS の設定 それからコンピュートマネージャーの設定というところで、大体です、ね、ここがハマりどころなので、ここをクリアしていけばです、ね、トラブることはほぼないんじゃないかなということで、まあ、いつもです、ね、結構お客さんのところでトラブったりするんですけれども、やっぱりです、ね、適当にインフラを作ってです、ね、なんとなくやってるとトラブりますということで、順番にご紹介をしていきたいと思います。 でまず1個目なんですけど、ドットローカルはやめましょうということで、まあ、そもそもですね、ドットローカルなんですけれども、まあ、マルチキャストの DNS のための予約されたドメインですよということで、あのまあ、昔はですね、マイクロソフトもまあ AD のドメイン名として推奨してた時期もあるようなんですが、まあ、今は非推奨ということで、トラブル可能性があるので、できるだけ使わない方がいいですということで、まあ、VSeaWizTanz に関しては、今はえ動いてるんですけども、TKGM ですね、これちょっとデ デプロイ方法が違うんですけども、そっちだと絶対にあのデプロイ失敗します。で、やっぱりですね、DNS の作り直しって非常に手戻りが大きいので、やめといた方が無難ですよということで、この今画面に出しているところですね、これ、TKGM1.2 というディストリビューションでテストをしたときの結果なんですけれども、何回やってもですね、通らないというところで、これ、オフォトン。 の, OS の制約なんですけれども、はいあのまあ、失敗したというところがありますので、まあ、やめとく方が無難かなというふうに思います。であとですね、NSX のエッジなんですけれども、これ、ラージで必ず構成してくださいというところがあります。これはドキュメントにも書いていますけれども、左側にあるやつですね、これは NSXT を自分で構築するときなんですけれども、 NSXT の,、ね、のエッジのサイズ、こんな感じで選べますので、ぜひラージを選んでください。で右側に関しては、これは VCF、えー、を使った場合ですね、エッジクラスターをです、ねえー、作るようなワークフローがあるんですが、ここで,です、ね、エッジのフォームファクター、大規模ってあるので、えー、これを選択してください。 で私は実はやったことがないんですけれども、これ、エッジでラージを構成しないとどうなるかというと、ですね、それを調べてあの、ブログに書いてた方がいらっしゃったので、それを参照させていただいてるんですが、ここにあるように、ですね、キャパシティが足りないよーということで、エラーになるようです。 で左側の下のところですね、LB をミディアムあので作ると、まあ、こんな感じになるんですけども、上から2行目のところですね、ロードバランサークレジットキャパシティという値が、えー、ミディアムの場合とラージの場合でだいぶ違いますというところで、まあ、ここでどうも引っかかる、えー、ようなので、えー、ラージで構成をすると,といったところを、えー、心がけていただければと思います。でここからですね、ちょっと NSX っぽい話になってくるんですけれども、このテップと言っている とこ,ろです、ね、これをどういうふうに構成するかっていうのは、えー、非常に注意が必要ですよというところで、まあ、お話をしたいと思いますが NSXT3.0 の場合ですね3.0までの場合なんですけれどもホスト用のトランスポートゾーンエッジ用のトランスポートゾーン、えー、異なる VLAN に分ける必要があって MTU1600 でルータブルじゃなきゃダメですよっていう結構 ハードルの高い要件がありましたでここですね、そうだよねって思っていてもハマったので、ちょっとそこをあとでご紹介しようと思います。 NSXT3.1 になった時に、ここは、えっと、同じサブネットで設定ができるようになったんですけれども、えー、今ですね、エ H ナンプリンクに紐付けるセグメントは、NSX の UI 側で作ったアップリンク用の VLAN バックのセグメントである必要があるよっていうのがあって、ですねこれ、ブログ書かれてる方がいて、私はこれを見ながらやったんですけれども、ここでですね、まあ、年末、かなり私はあの引っかかって、ですね何度も作ったり消したりとかしました。 なので、今日ちょっとご紹介をさせていただきます。で、これ NSXT3.0 の、まあ、サンプル構成例なんですけれども、まあ、マネージメントのネットワークがあって、で、ホストがですね、左下のところに3台いてっていう構成になっています。で、真ん中辺にですね、NSX のエッジがあって、そこからまあアップリンクのネットワークがありますよという感じで、そこの下の方にですね、 ホストのトランスポートゾーン、それからエッジのトランスポートゾーン、こう2つセグメントがあるんですけれども、もともとここが MTU1600 でルータブルである必要があるという結構ハードルの高い要件がありました。で、このテップの構成なんですけれども、今のケースって一番右側のパターンなんですけれども、左側のところですね、これ以外にも構成は取れて、例えば独立ホスト、ホストのテップとエッジのテップを別ホストで構成するというような場合。 あるいはです、ねえー、同じホストだけど、えー、アップリンクを分離してあげるというやり方があります。で一番左のは、えー、多分です、ね、最初、今のハンズオンラボが VDS ベースになる前に、ね、<noise> NSXT の,あの構成だったときは多分一番左の構成になっていたんじゃないかと思います。で、後でご紹介しますけれども、ネストで作るときね多分こっちの方が全然簡単にできます。で今回です、ねあの、一番右側にある構成でちょっとテストをしたんですけど NSXT3.1 でこの制限が緩和されたということで、まあ、そのテストをしたかったので一番右側の構成で試してみましたという感じです。で、この一番さあの右側の構成ですね、前のページのやつですけれども同じホスト仮想スイッチのアップリンクを共有する場合なんですけれどもあのこのテップですね、あの物理ネットワークアダプターを介してのみ トラ,フあのトラフィックを送受信できますということで、内部のポートグループからトラフィックを送信できませんという制約があって、こんな形の構成になっていました。これをちゃんとしたつももりでもですね もし、えー、きちんとこのホストとエッジのテップの VLAN が MTU1600 でルーティングされてない場合、一見ですね、あのまあ、構成できたなと思ってもです、ね、ここのネームスペースのところですね、作った後にこのリンクのコピーのところですね、これ開くっていうとです、ね、本当だったらこの画面開くんですけど、ここがです、ね、アクセスできないという状況になります。 で実際に、ですね、こんなことは絶対ないだろうと、まあ、人んちの環境を借りてやってたら、ですね、エラーになってしまいました。ということで、TLS のハンドシェイクエラーかなんかになっちゃって、ですね、触れないという感じになったんですけども、まあ、何が原因だったかっていうと、スイッチ物理スイッチの構成で、ですね、これあの左側のところ、まあ、インターフェースのところだけじゃなくて、この V ラのところの MTU の設定が。 変わってなかったというところでえ引っかかってえどうしてもですね先ほどの,あの、まあ、リンクをクリックしたときの,の CLI のダウンロードページが出なくておかしいおかしいおかしいってずっとですね川底に手伝ってもらってですねあの調べていたんですけれども結局物理スイッチの構成だったという形でした。 NSXT3.1 になると、じゃあ何が変わるのかっていう話なんですけれども、まずです、ね、あの注意事項として NS、NSXT3.1 を使うときには、VCR の 70U1C が必要になります。これはです、ね、あのドキュメントにあるんですけれども、この組み合わせで使ってねっていうところが書いています。で先ほどの構成で、あの一番下のところですね、あのホストと一致のテップ、同セグでよくなったので、こんな感じになるんですけれども、設定のときにちょっと注意が必要になります。 でまずです、ねあの、ここのセグメントというところで、まあ、NSX の UI 側でこの設定を作ってあげる必要があります。でこれをまずです、ね、作ってあげた上で、ESXI をこの VLAN のトランスポートゾーンに参加させてあげることで、NSX の論理セグメントで作ったトランクのアップリンクが V センターから見えるようになります。 これですね、あの多分ここでお話をしてもなかなか分からないと思うので実際にですねあの試していただけるといいのかなというふうに思います。でここでできたものをですねエッジを作るときにトランスポートゾーンとして選んであげるとアップリンクとして選択ができるようになるのでそこで設定してあげてエッジを作るとですね、まあ、見事にです、ね、この右側にありますけれどもホストのテップと エッジのテップとと同性具できちんと振られるっていう形になりますでここですね、結構ですねあの、私はトラブりました。で、まあ、やり方はですね、今お話しした1パターンだけではないんですけれども、T3.1 で V ランの数減らしたいから、ああいう構成を組みたいと思ってらっしゃる方はですね、まあ、要注意だというところをまあ覚えておいていただければなと思います。で、次なんですが、えー、エッジのアップリンク、これですね、結構はまりました。はい、でこれですね あのまあ、某パートナーさんの環境を借りているところのスクリーンショットなんですけれども、この制御ポネンノードの IP アドレス、と8の129っていうのがありますで。どんなふうなネットワークトポロジーになってるかっていうと、まあ、ここでですね、Tier0 のアップリンクが2つあります。で、LB の VIP がこの下の Tier1 ゲートウェイにこう振られてます。 そこからですね、コントロールプレーン、VM3 ですね、3つあるんですけれども、問題はですね、この TR0 のアップリンクとこの LB の VIP、これ同じ時にですね、この LB の VIP がその TR1 側に入っているために、プロキシア,アップを使わないと、この人が外から見えないという問題が起きますで。そのためには何が必要かというと、TR0 側のゲートウェイなんですが、 アクティブアクティブだとダメで、アクティブスタンバイにする必要がありますと、KB、こちらに出てますけれども、ここをですね忘れていて、私はですね VCF で組むと、アクティブアクティブに組まれてしまうので、全然つながらないし、見えないなと思って、ずっと悩んでたんですけど、結局これが原因だったというところがあります。で、これですね、フロントでですねフィールドの対応している方に聞くと、結構ここはまるっていうふうに言っているので、 こちらのほうもですね、覚えておいていただければなって思います。はい、ということでですね、こちら、t i ゼ0ゲートウェイの設定ですけれども、アクティブスタンバーに設定してもらって、インターフェースをちゃんと振ってもらうということをすればですね、つながります。で、あとですね、あのこちらもですね、ネットワークの物理の設定にもよるんですけれども、管理ネットワークとワークロードネットワークの DNS サーバーの設定ですね、これ、同じもので、 通通る時とです、ねまあ、ネットワーク構成によっては通らない時がありますもしです、ね、同じものをです、ね、マネージメントとワークロードで指定した場合なんですけれどもコントロールプレーン側からこのワークロードのセグメントを通じてここに触りに行くみたいなんですけれども物理構成があってないとここ触れなくって WCP の有効化が失敗することが結構あります。 ところです、ね、先ほどのところがです、ね、うまくいかないときってこんなエラーになります。はい、WCP 有効化ってやってからです、ね、このマスター仮想マシンでのクラスタニックの構成中にエラーが発生しましたということで、えこのエラーが出たら、もしかしたらっていうところをえ覚えておいていただければと思います。エラーメッセージとしてはです、ね、ここにあるようなエラーになるんですけれども、コントロール VM から V センターの FQDN が解決しなくて、データ取りに行けないというところでエラーになるみたいです。 で最後ですけれども、えー、とコンピュートマネージャーの設定ということで、まあ、こちらの方はですね、あは明確にドキュメントにも書いてますけれども、NSX 側からこの V センターを登録するところで、この信頼を有効にするはいっていうところをです、ね、設定していないと、V センターと、ね、NSXT、うまく通信できなくて失敗しますというところがあります。で今ご紹介した1番から6番なんですけれども、大体ここにみんな引っかかるようですね。 というところがありますので、もし構成をされる方がいらしたらですね、覚えておいていただくとですね、トラブルなく構築ができるかなと思います。で、トラブル時のちゅあの調査方法ということで、どうやって調べるのっていうことなんですけれども、まずですね。 この VCSA にログインしてもらって、このユーザーリブ v m や WCP のデクリプト k 8 s パスワードっていうのを実行してもらって、パスワードを入手して、そのパスワードをもとに、スーパーバイザーコントロールプレーン VM にログインをしていただきます。大、ま、体ここにですね、えー、3つ大体仮想マシンがいますけれども、まあ、IP アドレス5ついる人を見ていただけるとです、ね、そこの VIP が分かるので、まあ、それを使ってログインをすると。 いう感じになるんですけども、そこでですね、えー、ログインした後にバーログコンテーナーズの空米 API サーバー、ぺけぺけのログを確認すると、まあ、大体分かります。で、先ほどですね、DNS、えー、マネージメントとワークロードで分けてよっていう話をしましたけれども、大体あの辺で引っかかると思いますので、まあ、トラブルが起きたらですね、この方法で調べると、えー、原因分かるんじゃないかなと思うので、こちらの方でご紹介をしておきたいと思ったので、えー、こちらに書いてありますと。 でまあ、ここでですね、えー、やっと構成ができましたよということであるんですけども、まあ、ここからがですねコンテナじゃあ動かしてみようっていう世界なので今年ことしはです、ねまあ、構成もできたことだしですね単図の話題もお話をしていきたいなというところでございますがフ、えーまあ、ホルの中にですねゲストブックっていうまあ簡単なアプリがいるので、まあ、それをですねそのやむろをです、ね、拾ってきて、まあ、自分でも構成をしてみました。 左側のところですね、この CSC デモっていうところがあって、まあ、パートナーさんの環境ですけれども、この中にですね、ポットがいくつか、ボロボロボロっと立ってるんですけれども、あのこれですね、エクスターナル IP が LB として振られていて、まあ、そこをですね、クリックしてあげると、ゲストブックが立ち上がるっていう感じになってます。これはですね、ポルの方でもこんな手順でやっている形です。 でですね私の方はですねこの今お話をしたようなトラブルに結構当たったんですよね。で最初は物理で構成したんですけど、まあ、物理で構成して、作って崩して、作って崩してっていうところを繰り返していると、やっぱりです、ね、いろいろ、えー、いろんなことが起きて、ですねさすがにですね3回目ぐらいになって、ですねもうもうやめよう、もうネストにしようということで、ネストで構成してみました。 ただですね、あの正式なポックではまあ絶対やめてくださいという前提で、ネストで組めますよというところをまあご紹介をしておきたいと思います。今ですね、これ、ネストで作った環境です。ネストの ESXI3 台と NFS のストレージですね。で、これ、あの左側のところを見るとですね、下の方にエッジ側2台いますが、えー、先ほどのところでご紹介した構成を作りたかったので、こんな構成にしていますが、もっとリソースを減らしたいという。 皆さん思うと思うので、その場合にはです、ね、一応別のホストに立ててもらえればあの簡単に組めます。で、結構です、ね、この NEST の構成ですが、あの潤沢にです、ね、CPU とメモリを割り当ててやってみましたという形です。で、リソースじゃあこれで組んでどのぐらいなのっていうところがです、ね、まあ、こんなところになっていますので、そこまで,です、ね、リソース割り当てなくても実際には NEST で上がるかなっていうところは。 ありますけれども構築のテストをしたいよっていう方にはですね、NS 取でもいいのかなと思います。繰り返しますが、あの正式にポックをやるときには物理で構成をしてください。ということで、ちょっと駆け足になりましたが、私の方でお話を差し上げました。多分ですね、川尾くんがだいぶ答えてくれたんだと思うので、ですよね、そうですね、ありがとうございます。今、チャットを見てるから、はい。はい、多分あの NSXT 自体がですね、 あんまりこう使ったことない方もいらっしゃると思うので、はてなはてなって思うかもしれませんが、えー、構成をするときには、今のところ抑えてれば、多分トラブらないです。はい。というところで、私のお話はここまでです。はい。何かありますかはい。ありがとうございました。とても5歳とは思えないような変態的な話ですね。<laughs> どうしようかな。先に会場から聞いたほうがいいですかね。どなたかありますかなんかチャットでもいいし。 勝手に単純なアイコン卵かけご飯の絵にしてほしい。ああじゃあ次回からそうします。<laughs> 私のスライドは <laughs> 単純にそのユーザーインターフェースの話とかなんですけど、我々からするとどちらかって、ちゃんと技術の名前を出してもらった方がテクノロジーのちゃんとこう。名称を出してもらった方が分かり。やすい かなと思うんですよさっきみたいにそのコンピュートノードとか信頼するとかやるとてもな何それみたいな何の信頼ちょっとなんかこう言葉になっちゃって実際それで裏で何動いてるのかがはい、はい、理解しづらいインターフェース、はい、あ,れあれなんとかなんないんですかねなんとかならないんですかね <laughs> <laughs> うんどうでしょうあの川君くんかコメントありますか <laughs> あ私ですか <laughs> <laughs> そうそうそう,そう あ、はじめまして。あの、今回初めて参加させていただきます。あの、VM の千田と申します。あの、そうですね。ちょっと分かりづらいっていうところはありますね。ちょっとここら辺は。まああの だいぶ NSXT になってきてから日本語化されてる部分っていうところはかなりきれいになってきててあのセキュリティマー周りの部分とかっていうところもだいぶきれいにはなってるんですけど多分綺きれいにしすぎた結果あの多分信頼するとかあのそういうところになってるのかなと思うのでそこら辺ちょっと今後期待というところさせてください、はい、ありがとうございます助けていただいて助かります 散々出ていたドットローカルの話とかって、絶対ドットローカルが失敗するんですかで、ドットローカルで成功したことはない、えっと、?V スキャンウィズダンズの場合は、えっと、私のローカル環境ではうまくいきましたが、TKG の方は絶対に失敗しました。 最近の、えー、今一番新しいのが1.2.1っていうバージョンなんですけどもそれをお客さんの僕の環境でやってドハマリした結果が一つがドットローカルだったっていうのもあるので少なくとも TKG の方はあのドットローカルだと動きませんな、はいなるほどはいなのでまあ UAG も動かないですね UAG も, UA も動かないですね UAG も動かないダメですなので、まあ、避けられるなら避けといた方が無難ですこれからだったらねあれですけどすでにいろ,いろんな他の ドットローカルでいろいろ動いてる中にインプリしていこうとか思った時になかなかそのト,トップレベルになるわけじゃないですかドッ,トドットローカルだからそこを変えてまで作り直すって結構大変かなとか思って聞いていたりしました、はい、皆さんなんかないですかいやあの次回はもうちょっと分かりやすい話をしようかなと思いましたえっとじゃあ逆に、えっと、どの辺が分かりづらかったとかもうちょっとこの辺ブレイクダウンして話してほしかったとか何かあります例えばもう t がそもそも分からないとか興味がないとか 単純に、そもそも興味がないとか。コンテナ。それは言わないでください <laughs>。コンテナ自体に興味がないとか、どう、どうなんだろうなって。あ、でも、あれだと思いますよね。あ,ね、あ、どうぞ。<あ>はい。ペダです。はい、あ、ありがとうございます。だっけ、初めて参加しました。単純も。V. S. T. も面白く聞かせていただきました。いや、あの、ただ純粋感想で、私も N. S. X. 自、自宅のホームラボで試してるんですけど。ちょっと構築途中まで。 できなくて、た多分おそらく、トットローカルのところとか、あるいは、あの、MTU のとこにつまずいたのかななんて気がして、大変参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いい意見です。はい、よかったです、ね。はい、はい、ありがとうございます。よかったです、はい。少しでも参考になればいいと思います。はい。はい、ぜひ、MTU は1万2千に多人、たぶシスコはできないです。もうあれは、あの、ちょっと、某お客さんの環境なので、はい。<laughs> すみません、山崎さん、どうぞあいい。はい。お客様とか、 実際にどのくらい使ってるのかなと思って、そのタンズとか。最近結構、やっぱりあれですね、えーまあ、キャリア系のお客さんで検討がだいぶいろいろ進んでいるかなっていうところですね、あとはあのいろんなところでポックが始まってるっていう感じになっていますね。やっぱりポックまでぐらいで本番っていうのはまだいらっしゃらない。 いやそういうわけでもないんですけど、あの事例になっているものまだないので、ちょっと外にはなかなかお話できないんですけれども、はいうん、あれ、ま、前、入江さんがいた会社がなんか、この間、事例で出てたのって何ですか、あれ、たタンズじゃなかったんでしょうあれ、あれタンズのアプリケーションサービスって、昔でいうとこの PCS、はい、クラウドファウンドリーのパースの機能なんで、クーバーネンデスは。 なんか表だって、なんか今、バックエンドで使ってる、使ってないみたいな仕組みらしいんですけど、表だってなんか、クーバーネゼスの仕組みじゃないですね、あれは。なるほど。はい、ありがとうございます。はい多分今年はいろいろ、今まで提案したのが実際に入ったりとかし始めてたりするので、まあ、事例とかもだいぶ出てくると思うんですよね。はい、なのであの、皆さんの目に触れるところで、ちょっとテクニカルな情報をご提供できるようにしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、はいい ありがとうございます。我々もじゃあ、その、えっと、いただいたテクニカルな情報をちゃんと消化して、<laughs> ね、自分たちの環境に活かせるように、頑張って勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、えー、私の方はこちらで終わりです。はい。はい、あ,りいありがとうございました。ありがとうございました。